しました。しました。13番502ヤードパー5。全然違うの映してるやんけ。全然私じゃないよ。ピーピーちゃん、ピーちゃんおかしいよ。え？でもしっかり私映してるのかと思って、そっち振り向いたら小豚ちゃんを。あれなんでピーなの？え？ピーって書いてある。ピークだからじゃない？え、違う。マジ？え、違うのかな。いや、そうなんだ。だと思ってたけど、そんなに多分ひねってないと思いますよ。ひねれないんだと思う。もうモロだから。イニシャル？多分イニシャルだと。だからじゃないのとか言って。でですね、もうこれは左ドッグなんで、できれば右側に行きたい。まあ旗方向に振っていくかな。でも私ちょっとやっぱ引っ掛けやすいから、旗のもちょっと右ぐらいかな。まあ旗方向ですよ、大体。うん、別に左も右も正直パー5なんで、まあ、打てないとこに行かなきゃぐらいの感じで行きます。結構だから幅は広めですね。いいね。よお、うん、真ん中、ナイスです。ナイスピックピック。これ可愛いでしょ。でもこっち座って、結構みんなからお気に入りだよ。はい、ヒューはい、これでオッケー。何ですか。あー、でも先が見えないね。ブライド、うん、これいいね。こういうの嫌だっすね。こういうの嫌だですね。こういうの、そう、これ打ち上げになってて先が見えないんですよ。あ、ロングだから。でもね、グリーンの方向は分かるんじゃにゃー。そう、さあ、それ便利だよね。今日右、え、超グリーンコンパスなんですよ。グリーンコンパス、グリーンコンパス、グリーンの方向ちょい右側、多分あの真ん中のあの木とちょうど右の端の左端の間ぐらい、直接性ぐらいの方向かな。なんかさ、マップで見てさ、歩いてくとさ、あれどっちだっけってなるじゃん。そう、あと一回確認して戻ってきたらさ、なります、なります。コンパスでもルール違反だよね、試合だと。試合だとそうですね。でもほら、試合よりもやっぱゴルフは楽しまないと。プライベートでラウンドしてる人の方が多いんだからね。はい、まあ方向はそんなに、だからこの先は曲がってるわけじゃないみたいなんで、あの木の方向を狙っていこうかな。よし、うん、いい感じ。さあ行ってみましょう。そうね、あ、どこまで行ったかって感じで。そう、どこまで行ったか、打ちやすいかどうかだよね。あの木が、まあ、木に当たることはないかったから、まあ、うん、よかったかにゃ、ね、まあこんなもんですよ。そんなに細かいことは、まあ、あんまり考えないかな、うん、も風もないしね、今日。そう、あのね、そう、聞けなかったのが、はい、あ、さっきね、思いついちゃったのが、ゾーンって今ってあるの？そういう言葉。なんか昔ゾーンに入ったとかってよく言われてた。ああ、はい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 、ハマってる時ですよね、要は。うんうん、あると思います、それは。俺ね、あれ入れるんだよね。じゃあ一つ入れといてくださいよ。あのね、口開けてボケっとしてるとあの何にも考えなくなってすごい結構無の調子になれます。それ考えてるって言うんでしょうか、もはや。それは合ってんのか分かんないんだけど、はい、ぼーっとしてるから、うん、ミスしてもぼーっとしてるんですよ。だ、変な起伏がないの。情緒安定ってことですね。そう、ただもう番手と距離だけ考えてぼーっとボケーっとしてられるんですよ。それってまあでもそれもいいかな。ミスしても何とも思わないの。あの、あ、メンタルが安定してんだ。もう本当にあの、いい、あ、ミスしちゃったとかも思わないで、ああ、そっから次打つんだみたいな。それ、まあ、それもいいんだろうね。どっちかって言ったらそれメンタル強いとか、こう天然系のメンタルの持ち方ってことですよね。本当になんかオープできるよ、そうやって。それもいいはいいですけどね。なかなかいないタイプだよね、それね。でもね、これ暑い日やると気づいたら熱中症になってる。メンタルボーっとじゃ、本当に本当にボーっとしちゃって。センター、ピンセンターで83、エッジ71、力10ヤード。これって、はい、番手何番ぐらいで打つんですか。多分52とか
このぐらいかな。フルショットではないでしょ。フルショットにするか、フライヤーかかること考えて。でも今日グリーンがそんな、多分試合とかの速くて硬いグリーンだったら52で調整するかも。今日そんな転がんないと思うから。フライヤーっていまいちわかんないんだけど、すぐかかるの？なんかかかるとスピンが減るんだよね。あ、そうです、そうです、ね、なんか変な飛び方して落ちてから転がっていっちゃうっていう、まあ、スピンがかかってない状態なんですけど。それってフルショットの方が起きやすいの？起きやすいですね、はい。フルショットじゃないとスイングスピードが落ちるんで、ただ芝の抵抗に負けて逆に飛ばなくなるんですよ。フルショットじゃないとね。そうです。だから、結構アマチュアの女性の方はフライヤーかかんないんですよね、フルスピードが遅いから。どっちかって言ったら芝の抵抗の方が強いんで距離落ちやすいからちょっと番手長くみたいな。逆に結構ある程度触れるアマチュアの男性とかだとフライヤーかかっちゃうから短い番手みたいな。なんか結構強いラフの時にかかるイメージだったけど、比較的このぐらいなあれでもやっぱラフはもう基本的にはやっぱちょっと、特にウェッジはこのぐらいのラフでもウェッジは結構かかっちゃうかも。草が、そっか、クラブとボールの間に草が入って、あ、そうです、ラフが入って、早ければ早いほどかかるんだ。これだとこの2本のこの芝が気になる感じ、はいはい、まあ、これが なきゃいいけど、ここの3、4本これとか、これだけでこれが変わっちゃう。ああ、そうなんだ。だから割とここに芝生えてもこの辺がこう剥げてた時とかはそんなにかかんないし、そう、この場合だとちょっとかかっちゃうかなって感じ。まあでもここまでシビアにね考えてさ、考えてそこまでかな、うん。その時はどうするの？フルショットではいかないってこと？フルショットではいかない、ちょっと合わせる感じにするかな。あ、80したいけど75ぐらいでオーバーしちゃうから。なるほどね。そうです、はいはいはい。まあ、手前でもエッジからセンターまでで10ヤードだから70は飛ばせば絶対乗るからみたいな感じですかね。70は絶対打つって感じですかね、うん、イメージ。だよね。ケイン、うわちょっと奥ついたかな。見て見て、乗れば OK よ。うん、ナイスです。みんなベタピンを目指しすぎないように。まあ、それが試合で毎回60台出さないといけないとかだったら、うん、ちょっとまたマネジメント変わってきちゃうけど、ね、ね、アベレージで70台で回れてちょっと調子よければバーディーがね1ラウンドに 2,3 個あってとかっていう感じだったら、こんな感じでも全然平気って感じ。なるほど。目指す層によるけど、でもアマチュアの人でそういうレベルで回ってくる人もまあいないじゃないですか。そこ狙えたらもういいよね。おお、真ん中が高い感じで2人スライス。これ今言うのかな、どうしよう。いや何いや、なんかこう構えた時に絶対あると思うんですけど、構えた時に自分は思ったこう想像したラインに対してはカップ1個これぐらいだなって構えるじゃないですか、うん、で構えた瞬間にいやちょっと違うかもって言って変えることを絶対しないでほしいって感じ。で自分にコミットするっていうか、コミットってほら結果に約束するじゃないけど、自分の考えたことをしっかり行わないと直前に変えちゃうと打ち込みが悪いのか自分のラインの意味が悪いのかがはっきりしないから、次のこの先のホールに生かせないんですよね。調整しきれなくなっちゃう。だから今みたいに切れると思って打ったら、あ、切れなかった、じゃあ次から浅くもうできるけど、いやちょっとどうなんだろうってスッて変えちゃうと、その読みが良かったのか打ち方が悪かったのか分かんないから、必ず自分で決めたラインは入ろうが入んなかろうが必ずその距離感と自分がイメージした通りに打つを徹底してもらいたい。なんで今それを思ったんですか？なんか
そう今ちょっと読みがだから、うん、自分の読みよりも曲がんなかったなと思ったから、あ、まあ、曲がんないかなとは一瞬思ったんですよ、重いから、うんうん、けど、まあ、曲がるって最初なんかインスピレーション最初にパッと感じた時そこだから、うん、まあ、曲がると思って打とうと思って打ったから、まあ、これが多分他の人だったらお客さんとかだったら、いや曲がんないかもとかってそうそうなっちゃうなみたいな思ったから言った。なるほど、確かにね、絶対変えるじゃん、変える絶対あるもん、変えるそれみんな、うん、変える、私も変えたくなるけど、うん、まあ、自分で一瞬最初にパッと見た時に切れると思ったら大体やっぱ切れると思って体が動いちゃうから、たとえそこで頭整理して浅く読んで構えたところをとて、うん、打つ時にそっちに打ち出そうとかしちゃうから、うん、ストロークが変わっちゃう。なるほど、自分を信じてってそういうことだね、自分にコミットする、うん、はい、以上急落センター、はい、エッジまで125、センター135、10ヤードの間が5130。あれピンは手前？ちょ手前です。うん、でもセンター135、エッジ125だから、その10ヤードの間に入ってるとしたら130打てば乗るね。試合だったら嫌だねこれ、手前に落としちゃうとこうガラガラと落ちてきちゃうし、そう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 、やりづらいよね。あれでも手前に落として行ったら奥行っちゃうから、じゃすごい下りが残っちゃうってことを考えると、これはグリーンが速かったり硬かったりしたらすごくいきなり難しくなるコースって感じ。あ、ごめんなさい、14番135ヤードパー3です。しかもね、なんかグリーン周りあれじゃないですか、こう風向きがすごい変わるような大きい扇風機まで用意されちゃって風あんまり影響しないです、あれは。本当ですか。実際だってこんなしかないじゃん、うん、全体的にじゃないから影響を受けることがまずないのと、あれ何のためにあるか知ってますよね。さっき言った、はい、お疲れ様です、暑いっすね。ふざけんほんとではないんですけど、ああいう扇風機多分皆さんグリーン周りでしか見ないはずなんですよね。お疲れ様ですだったらここにあった方が絶対いいじゃないですか。いや、ホールアウトお疲れ様ですよね。いやあれはグリーンの芝、今特に暑いんで、やっぱグリーンの芝が一番繊細なんですよ。で、暑さに結構やられてるとこ多くあると思うんですけ ど、 グリーン面を冷ますために、あの回してるところが多いってことですね。なるほどね、一応理由があります。ということで138番いきます。営業中何も手加えられないもんね。そうなんですよ。これはまあピン方向でいきます。あーちょっと右だけど、まあそんな感じですね。なったなった、うん、乗りゃいい。でもこうやって見てるとなんか70台ってすぐ出せそうな気しますよね。そんなことない。でも昨日ボロボロだったんでしょ試合で。そうボロボロだったら、なんで今日こんなに安定いいのにさ。ボロボロっていくつだったんですか。78。あ、なんだ、別にそんなボロボロ。いやボロボロなんだ。ボロボロですよ、バーディー1個しか取れなかったし。あ、グリーンが速すぎてびっくりした。本当びっくりしちゃった。びっくりした。結構ショートパット私強めにガーンっていくタイプなんですけど、強めに行きすぎて外した時に、うん、なんかその倍ぐらいいくみたいな。フォーパットとか1回やったのに、うん、なんかやっぱタイプすんだろうと思った。でも今のねツアープロの人たちなんかはもっとね早い中でやってると思うと、うん、あれで66とか出してると思ったらなんかやっぱレベル違うなっていうのはすごい痛感しましたね。あ、なんでそんな変わっちゃうの。いや、なんか一説によるとね、諸説あると思うんですけど、うん、なんか今の若い子たちって感染モメントがしっかりした、要はヘッドが大きいやつで小さい時からずっとやってるじゃないですか、うん、曲がんないクラブでなんか振るとかってなんか覚えると、なんか距離も出るしなんか曲がんないし、なんか幼少期から身につけられるから怖くないって言ってました。なんか全然、でもそれこそ昔の人とかまだギリギリジュニアクラブがない時代だったんですけど、クラブが変わっちゃってるもんね、性能がね。そう今の人たちはほぼ同じだもんね。あ、そうです、ずっとね、携帯で言うとずっと最初から iPhone 使ってるか、もうガラケーから iPhone に行ったかみたいな。そうです。ああ、Z 世代ってやつですね。そう、
Z 世代、そうだね。もちろん Z 世代じゃない。はい、あのギリギリZ 世代最年長みたいな感じZ 世代基準かもね、ゴルフもね。そしたらこれフックスライスかな、ほぼまっすぐで。ナイスバーディーで。言った通りだったね、フックからのスライス。イエーイ、ナイスジュース。イエーイやっぱ落ち着いて回るべきだよ、やっぱ年相応のゴルフしないとダメだガンガンゴルフみたいなのがだんだんほら経験積んでっちゃうと、なんかその怖いもの知らずじゃなくなってきちゃうじゃないですか。 あの感じになんかこうやって影響されるとやっぱ大変ですよね。やっぱアラサーはアラサーなりのラウンドの仕方がありますから。 そうだよ、 Z 世代になれなかったんだからギリ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 なんだかよくわかんない世代なんだね。なんかゆとり世代もギリ外れてるし、 Z 世代ギリ被ってるけどみたいな中途半端世代